JR 川崎駅ご利用の皆さん、通勤通学途中の皆さん、おはようございます。日本共産党です。毎週金曜日の朝の宣伝行動、今日で46年2221回目の宣伝となっております。長い間のご協力をいただきまして本当にありがとうございます。私は日本共産党の県政対策委員長、後藤正美です。今日も佐野義明市会議、片柳市会議と一緒にこの場所での宣伝を行っております。また緑のジャンパーを着た私たちのスタッフが今日お配りをしておりますパンフレットは、この1月の参議院の神奈川選挙区女性候補浅香由香さんのパンフレットをお配りをしております。在日韓国朝鮮籍の方々に対する人権侵害を受けることに対して、耐え難い苦しみを受けている問題に対して、また自分たちの子どもたちが学校でこうしたヘイトスピーチによって子どもたちが傷つき、日常生活に大きな支障をきたす人権侵害が起こっていることに対して、これまでのまさに対応、市民のこうした苦しみから守るはずの警察がヘイトスピーチを囲み口いただく罵ることを扇動しながら川崎の中でデモを行っているという、このこうした構図に対して守るべき相手が違うのではないかという怒りの声、警察に対する失望の声が広がっておりました。先日の経済指標でも日本の実質賃金上がっていない、マイナスになっているということが示されました。この間のアベノミクスで私たちの庶民国民には利益が全く出ていない、大企業が儲かればその後庶民に利益が回っていくんだ、こういう発言を安倍首相はしていましたが、全くそうではないということが明らかになりました。皆さん、それではアベノミクスの間に儲けを上げたのは誰でしょうか。一部の大資産家です。上位40人の日本の大金持ち、こうした人たちがもともと7兆円資産を持っていたのを15兆円まで増やす、ソフトバンクの孫さんは9800億円をアベノミクスの間に株で儲けを上げる、ユニクロの柳井さんは8400億円儲ける。皆さん、どうでしょうか。私たち庶民の暮らしは厳しいのに、庶民が給料が上がるような、賃金が上昇するような政策ではなく、一部の富裕層ばかり儲かる政治を続けてきた、これがアベノミクスではなかったでしょうか。